さあ、それでは最後ですね。おう、いや、聞いてねえわ。いや、別に聞いてねえわじゃねえんだよ。聞いてねえわ。君が始めたんだからせっかくなら見るよ。そんな見たくねえけど俺たちも。本当だよ。これ参っちゃう。全てをもう丸裸にされちゃうよ。怖いよ。そんなしないよ。そんなに。でも早速やってこ。まあでもやるからね。うん。僕は目指したいです。じゃあまずテーブル。ね、あのカバンの中に入ってたであろうものが出されてる、うん。出てますね。はいはいはい。まあこれはネタ帳でしょ。ネタ帳ですね。あ、なんか。あ、これあスケジュール帳というか。なんかし。渋いスケジュール帳使ってるね。僕はね、この手帳は手帳の高橋っていう。え、有名な。まあ割とどこでもあるようなシリーズを使ってますね。この革の色を毎年変えていくと。これ去年からまだギリギリ使えてるやつなんです。え、2022年の5月も入ってくんだ。6月までね。へぇ、でもうすぐ新調しようかなと思ってます、ね。なるほどね。で、まあ、あとは。まあ、大体ライブの予定ぐらいしか記入してないよな。ね、忘れないように。イヤホンね。まあ、イヤホンなんて。これはなんかラブどっかのラブホテルみたいな。いい目線ですね。これクリープハイプのグッズなんですけど。あ、そうなんだ。あのラブホテルって曲がある。ありましたね。確かに。それのグッズでラブホテルっぽいキーの。へえ。書かれちゃったんですよ。903とか書いてあったんですよ。今ってラブホテルでも鍵なのかね。どうなの。一番知らねえやつに聞いてんの。一番知らないやつだからこれ。どうだった？どうだった？いやでもいいよ、知らない、いいよ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 。ごめんなさい、僕は間違いなし。クリープハイプが好きでね。見てください。これね。横浜フリューゲルスのフリューゲルスのケースでございますよ。ちょっと待って、めちゃくちゃ汚ねえなもうこれ。小6から使っている。マジで？もう横もう消えてしまった J リーグのね、はい、あったチームの僕が大好きであった、はい、ペンケース。欲しい方いたら連絡ください。いや、いらないだろこれ。もうすげえ汚ねえぞ。ラブゲルスはいいチームだったんです。前園選手とかがね、行ってね、いいチームだったんですよ。ちょっと関係ないですけど、楢崎誠吾もフリューゲスだったんですね。そうですよ。あの日本を出したキーパー、ね、三浦篤弘とか。あ、そうなんだ。サンパイオとかもいましたから。なんかグランパスのイメージだったんですけど。そう、最後ね、グランパスにいました。すごいチームだったんですよ。どうでもいいんだよ、そんなことは。あの、財布ですね。はい、出た。あれ？見てください。ちょっと待って。イルビゾンテの革財布なんですよ。これ杉村さんとおそろじゃん。僕が前去年から使ってた財布を、はい、杉村さんが内緒で、はい、憧れてたらしくて、はい、憧れるか。パクられましたわ。おそろじゃん。完全に僕に内緒でおそろの財布にされました。真似されたの。憧れがあったなら言ってほしかったね。これも高いんじゃない。いくらですかこれも。これはでもね、彼女からいただいた、まあ、当時の。あ、ごめんなさい、今はもう、あ、もう今はこういうことね。今はこういうことね。当時の彼女からの今はね。これどうすかね、こうやって財布の札とかカードが いっぱいなってる財布。あー、ちょっと、あれちょっと嫌じゃん。カード入れないのこの財布。ないんです。だからしょうがねえだろ。え、ちょっと待って。こっちはあるじゃん。こっちはありますよ。でもここに入りきらないってことね。こっちが二重になってるとことかあるじゃないですか。それはないのよ、こっち。あー、なるほどね。ゆくなんかちょっと整理します、ね、うるせえよ。ちょっと待って、結構入ってねえか、金。入ってる。それは君らとはね。なんで生活力が違いますか。いくら入ってんの。え、万じゃん、いきなり。ええ、19,000円。え、なんでそんな入ってんの。どうですか。え、なんかある、この後なんかあんだろ、この後。靴買おうかな。しっかり下ろしてきたんだ。しっかり下ろしてきたのね。普段は入れてないでしょ、こんなに。1万9000円は。もう、ノーキャッシュでやってる。いや、何、キャッシュレス男。キャッシュレス男。うん、アフリか、お前。アフリ、現金使えないからね、今ね。アフリって。ラーメン、アフリ。あ、そうなの。有名な。え、現金使えないの。あの、キャッシュレスのみなの。やば。え、ゆず胡椒のとこ。ゆず胡椒のとこ。あの、だからお年寄りをちょっと切り離すような、ね、あれですよ。なんか特に、あとは割引券とか。あとカードなんですけど、うん、まあ一応ね、この順々にさ、うん、免許証の顔を見せてるけど、これ最後でいいかな。お免許証は。いや、もう今行っちゃおうよ。そんな、うん、そんな、うん、そんなあれ、本籍隠してよ。いや、住所いいんだ。ああ。大丈夫。
はい、免許証の写真です。いけてる。いやーちょっと待って、ちょっと待って。そう、これね、禁煙、禁煙むずいのよこれ。え、なんかもみあげ気持ち悪くねえなのこれ。いけてる。なんであの日本代表のユニフォーム着てる、あのひょっこりひょうたん島の眼帯つけてるキャラのこのいいやつの服着てるけど、どうしたの。この時めちゃくちゃ急いでチャリで行って、暑くてすげえ汗かいた流れで撮ったんで。あ、なるほどね。あとその免許を写した途端ずっとぼやけ始めちゃった。禁煙になるとそう、むずいのよ。ありがとうございます。結構入ってる財布でしたね。まあ、はい、じゃあもうカバン行こうか。そうですね。ああ、もうそんな入ってないの。サクッと行きましょうよ。グレゴリーをこれいいでしょう。普段使ってると高そうだな。これもいただいたものですね。あ、そうですか。事務所の先輩のシロタロシーさんから。あ、タロニーヤンから。タロニーヤンがね、優しくていただいたんですよ。いいね。じゃあこっちの財布。はい、ミニミニカミニサイドね。ちょっと何、歯ブラシ直で入れますこれ。きったね。ちょっと待って、入れてる。きったね。きったね。それそれは汚い。いじってなかった今。待ってください。いじってない。これは汚いわ。営業妨害。いやいや、僕の評価を下げようとしてます。いじってない。これは汚いわ。ちゃんと袋に入れてたのを丸出しにされました。いや、このリュックに丸出しにされました。歯ブラシをそのままは汚いよ。お、戦うマヌカハニー。喉はね、やっぱりケアしないといけませんからね。歯ブラシ汚ねー。どういよ。歯ブラシ入った袋なんか、ない。今あなたが触ってるこれですよ。どれ。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと待ってください。ごめんなさい。え？袋。今取れましたけど。ちょっと待って。ミリミリに破れました。破れてないって。あの、これに入れてたとて来たね。これ？これ？違うんです。いや、俺みたいなさ、ああいうはみトラベルセットみたいな袋かと思ったけど。そうですよ。これな、な、いや、これ本当はもっとピッと入ってます。いや、そうだけど。それを今、やってない先でちょちょいのやってなかった。やりましたわ。どこの歯ブラシのこの無料のお持ち帰りのやつよ、これ。あ、これ、こないだ姉ちゃん家に泊まった時に、歯ブラシなんかないって言ってた時に、まあ、簡単な歯ブラシをもらって、あ、でもどうしようかなと、とりあえず入れてたやつ。それで裸のまま、裸のまんまっすよ、そりゃ。うわ、あとはメモ帳。あ、メモ帳ですね。あ、はいはいはい、メモ帳ね。あと僕と一緒にポチ袋入ってますね。なんで丸2って書いてますけど。あ、丸2個なんだ。俺なんかね、家族がこの間集まって、はい、いろいろあった時に、まあ姪っ子とかもいて、うん、親父がゲーム好きなんで、うん、1から丸6とか書いて、あみだくじで当たったやつに、ああ、ああ、お年玉だし。なるほどなるほど。あの、番号によって金額が違うみたいなね。そんなやつの丸2です。楽しい家族だなおい。いいな、ゲーム性があって。あとはこれはね、欅ネットの、あ、この施設の公民館の、はいはい、あの資料ですね、はい、ガス電気料金の領収書、はいはいはい、電気料金10月の巾着袋、留学さん。なんだこれ。充電器ですね。あ、充電器。バッテリー、モバイルバッテリーね。うん、歯ブラシまだあったわ。無料の歯ブラシどこから持ってくんのこんなの。これはどこだっけな。歯ブラシって書いてる。わかるわ。歯ブラシやね。ほらね、これとセット。坂井君と一緒で、あの、迷彩状。やっぱね、セブンのね。何月度よこれが。4月度ですね。おいくらですか。発表しやすか。はい、おー、おー、どうよこれ。15万4000円。すげーなおい。15万4008円だよ。めちゃくちゃ稼いでんじゃん。今月はね、それこそ月替わりのところもちゃんと入ってきた。あ、うまくハマったっていうやつか。いや、これはもうありがたいですよ。しっかり稼いでんの。まあまあ、これぐらいは生活は。いやいや、余裕でしょ。なるほど。見てください、このね、職責手当もついてますから。え、なんで、なんで。まあまあ、発注をやらせていただいて。あ、発注やってんの。そりゃそうですよ。あ、あれだよ、僕と杉村さんと違って、さっき言って昼帯だから、日勤だから。日勤の男なんでね。発注やってんだ。それでもこんなもらえるのに、その、
そのいやまあ店によるでしょうけどね、その辺は結構ありがたい。だって週3、4とか出てるわけでしょ。週3ですね、僕は。で、発注やってんだよ。結構な君らとはね、レベルが違うんだ。いやもう発注やってることにちょっと引いてるわ俺は発注やってるんだよ、ドリンクの発注だけだ。うわ、引いてるよすごいだろ。すごいね。じゃあメインどころ行きます、ね、はい。まず袋、うん、まあまあこれはね、北海道四季菜館。なんだ、なんか濡れたものを入れたりとか。そっか、まあまあ買い物した時に。あ、エコ袋、エコバッグ代わり、ね、貧乏くせえエコバッグだなあ、帽子、はいはい、あ、これはもうザッキーといえばの。僕が大好きなこのベレー帽、ちなみに荻窪で拾いました。買え買えよ。風に飛ばされて僕にやってきた。いやいや、落ちてたの勝手に拾ったんだろタオルね、タオル2個あるじゃん。はいはいはい。まあ自転車のサボる服用ですねさすが、あのウーバーイーターでもありますからね、あなたはいつでもできるよ、はい、あ、ちゃんと折りたたみますもんね、急な雨にも対応できるように。結構入ったまあ、ネタ帳ね。ネタ帳がめっちゃ入ったんですね。ネタ帳ですね。短歌帳ですね。あ、なるほどね。あと、なんだこれ、ファイルですね。チラシ、広告のチラシが謎ね。主婦、主婦仕込んだんじゃないのこれ、面白いと思って。これはなんかな、これが仕込みだったら言われるのに尺なんですけども。あ、そう、戦闘好きだから、スタンプカード。なるほどね。これは見せない。あ、これ関係ない。大丈夫。これ88箇所行くとスタンプがもらえて賞状がもらえる。お遍路だから四国にかけてるわけね。2冊目ですからね。すげえな。じゃあ一周も88個行ったと。であとはあれですね、バイクの免許の試験の資料とかですね。いやもう何もねえぞ。おい、こうなんだよ。これは何ですかね。これもノートですかね。あ、真っ白、何も書いてない。いや抜き打ちで俺たちのなんか見たってこうなるだけだから。いやいや、これ高得点出るでしょう。これあとは、まあ、小説も読みますから。春原さんのリコーダー、歌集ですね。あ、歌集、事務所の明細ね。あ、ちょ、これ気になりますね。行っちゃいましょう。いつのよ。これがね、僕の本職のそうですね、ギャラの。今んとこバイトではまあ15万ぐらいっつってましたけども、15万、ね、言っても本職はお笑い芸人さんですからね。こういった形で名前が手書きにされて渡ってくると。うちの事務所はね、マネージャーに会った時に渡されるんですよね。これがいつのかな。こういう感じでね、うん、して2022年1月分ですわ。1月分、なんか仕事したか。あ、これ僕ピンの仕事っすわ。ごめんなさい。なんだよ、発表しちゃっていいですか。ブーメラン学園ザッキーさん、はい、2022年1月分の、はい、振込額、はい、97円。なんで97円。何の仕事、まあ、仕事は隠すか。仕事内容はね、仕事内容。97円の仕事しました。97円振り込むなよな、もう。別になんか振り込まれなくてもね。いや、いいし、あのギャラとかも思わない。まず下ろせねえし。97円もね、稼いじゃったよ、お笑いで。あの、100円じゃん。見てたもんな。で、そのギャラで買ったと思われる。はい。いや、杉村さん、クリーマンジュはね、100円じゃ買えませんね。買えませんよ、これいいやつだから。はい、ギャラじゃ買えないよ。買えないんだよ。クリーマンジュとあ、これはもうあのザッキーのネタセットじゃないですか。もうすぐワクワクさんになれる、ね、はい。と最後ですね。もう最後ね、最後、歯ブラシ。なんであんだよ。どんだけ歯ブラシも、どんだけ口くせんだよ。なんでいつでも対応できるよ。なんで似たような歯ブラシばっかたくさん持ってんの。こういうのって1回で捨てるのってなんか気引けません、ちょっと。いや、てかそもそもどこから持ってくんのよ、こんなの。まあ、銭湯とかスーパー銭湯とかあるじゃないですか。ああ、なるほどね。時に不意に行った時にないなって買うのもあれだし。でも袋入りのやつは1回使ったら捨てるやつでしょ。いや、僕はそれでも1000回は使いたい。いやいや、汚ねえよマジで。裸で入れてるぐらいなら捨てた方がいいって絶対。ね、そんなもんかい。以上です。あ、
まあまあ、いや、まあ、盛りだくさんでしたね。まあ、盛りだくさんではあったけどね。満点あるんじゃないか、これ。じゃあ一応俺が66点だったっけ。君が32、あ、そうだね、66。僕の点数が66点でしたよね。で今暫定1位。はい。じゃあ杉村さん、これを抜けるかどうか。ザッキーのカバンの中身何点ですか。得点は90点。お、ジーザス。あの、うん、何点でもいいよ、もう本当に初代チャンピオンになりました。 ありがとうございます。一応なぜ90点なんですか。いやだって豊富でね、まあね、やっぱ面白いものって入ってないよとか言ってましたけど、やっぱ面白いもの入ってた、うん、俺はやっぱ君たちとはマインドが違うからな。怪しいけどな、ザッキーが言い始めてるから。確かに、ね、多分必死に仕込んでこれなんだよ。ちょっと待ってくださいよ。多分こう必死に仕込んだ対決もやりますか。じゃあ、いや、それはね、やめとこう。うん、それは、それはちょっと怖くないさ。まあまあ、いつでも内容できるように生活してる。あ、まあ、ですね。はい。じゃあまた、なんかで抜き打ちはね。いや、予想でできる。アイドルでやれ、こういうのは。よだれもんの企画でしたから、ね。じゃあまた次回お楽しみに。はい、さよなら。さよなら。高評価、チャンネル登録、よろしく頼むぜ。